你好，我们是这本周刊文春女性的杂志，那楼上面是编辑部，下面是我们这次的对谈者。是很高兴也很不好意思迟到了三分钟，我们就开始吧。すいません、遅れました。光栄です。はい。で、光栄はこちらの人気のあるミュージシャンの岡村康之さんが、いろんな興味のある方に。その人の幸福論をお伺いする天才でして、今日这次邀请到日本相当有名的プライベートの生活とか人となりとかを中心にお伺いする天才です。单纯进行岡村さん、我想的杂志里面有一部连载，就是跟各界的知名人士对谈，讨论大家对于公民、对于生活或是对于女性的观点。那这次很荣幸的先邀请到就是唐峰政委可以增加我们的对谈。那很荣幸很高兴认识你刚才老师。こちらこそ光栄です。そして岡村さん、はじめまして。よろしくお願いします。はい。早速なんですけども、最初に写真を撮らせていただいていいですか？こちらの方から。那我们就开始马上开始进行。我们先从照写真から始めます。那我们先从照相开始。那怎么照呢？好，我们请政委靠近那个镜头一点点。他用那个荧幕。是不是我的电脑不要？可能要架高一点，高一点哈。对，还是你要把那个书随便拿起来。啊，すいません、こちらのパソコンをちょっと高めに。饮料也可以拿来，饮料也可以拿来。对，OK， 好。はい。这样。こんな感じでよろしいですか？这样有比较好吗？好，可以可以。好。很特别的方式的。这样。ありがとうございます。好，没问题，摆好了，谢谢。OK。好，那马上就开始进行对谈啊，饮料，对，那接下来的对谈的发问的话，就从高春先生那边开始。嗨，お願いします。はい、じゃあちょっと質問させていただきたいんですが、僕自身はエンタメの世界にいるんですが、今エンタメの世界は深刻な経験してます。娱乐圈待了几十年的时间，那这次因为疫情的关系，結構困ってて多くの会場で中止になったり、フェスやイベント、那这次相当多的活动以及发行的计划都被疫情所影响。コロナの影響は出るじゃないですか。如果一般活動的話就會造成大型的群聚，那群聚就有感染的危險，所以我們也沒有辦法冒著風險去進行這樣的活動，這樣就不是真正的娛樂，人們沒有辦法放心的來參加。那可是我們也沒有辦法想像什麼時候這個疫情會告一個段落，所以現在娛樂圈真的是很難做長期的計劃。那請問唐峰政委，収束のシナリオとか、エンタメの未来とか。那个疫情接下来会有什么样的走向？然后我们娱乐圈呢？你觉得我们可以怎么样去面对接下来的长期计划？确实，在台湾，除了国际观光像航空公司之外，在我们疫情当中受到最大的影响的就是娱乐业以及就是我们叫做艺术文化工作者了。確かに台湾も。経済的にも、もちろん、観光業界、航空業界は、拡大な被害を受けていますが、その月に、大きく被害されていたのが、エンターテイメント。都改到多，我的希望没得嘛。好比像说，如果是电影院的话，还可以采取所谓梅花座的方式，大家都戴着口罩，然后隔个位置坐啊，或者是在职棒表演的时候，也是如此。那但是呢，这个好比像如果需要看到彼此表情的，好比像现场演出这样子的活动 ，live house 这样子的活动，那戴着口罩确实也就如您所说的，好像没有放松娱乐的感觉。例えば映画の。映画館劇場ではちょっとこうソーシャルディスタンスを保って座席を設置したり野球場でもこうちょっと位置
席に工夫したりすることはまだできると思うんですけれども、岡村さんが言っていた、その、例えばライブハウス、イベント、お互いの顔が見えないと、楽しめないっていうような現場においてのエンターテインメントができないっていう現状が続いていると思ってます。但是我们也因为这样子，所以观察到说，因为在台湾任何地方的宽频，其实都是不用特别额外付钱的。你不管每个月用量多少，我们这边叫吃到饱啊。不管你用4G 或者是光纤，你的上传的频宽都可以无限量的使用。所以我们后来就发现说，很多人他的做法是仍然是像是面对面的在沟通，只是他是隔着，好比像说 VR， 或者说像视讯，或甚至是完全闭上眼睛只透过声音也可以在好像同一个空间的感觉。でもそこでデジタル界にいる我々は気づきました。台湾は今全域において Wi-Fi は使い放題といいますが、無料でどこでも使えるという環境に整えています。そして以前は面と面顔を合わせないと楽しめないというようなイベントも今やちょっと工夫をすれば Wi-Fi インターネットの環境が完璧にしていれば同じような体験はできるじゃないかと気づきました。例えばバーチャルリモートもしくはオンラインのもしくはその映像なしに音声だけで楽しめるような娯楽がこれからどんどん生まれるんじゃないかなと思ってます。所以在这样子的情况下，我们台湾有句话叫见面三分情，但是如果双方都要戴口罩，虽然是很安全，但是可能剩一分情了。这个时候我们在线上怎么样从两分情、2.1分、2.2分，慢慢透过更多 VR、AR 这样子的技术，让它能够逼近三分情。我觉得这个就是所有的演艺人员可能都要学习的部分。那在台湾，我们现在有很多很轻的 VR 的头戴的设施，像有一个叫 XR Space， 你不需要特别去学它的控制器，只需要用手势就可以操作。你也不需要特别去学 3D 的建模，你用它去把你所在的演艺的空间，稍微扫描一下之后，就可以把它放到这个虚拟空间。像这种我们叫做延伸实境 （extended reality）， 就是不是完全空想的那样子的虚拟空间，而是用现有的空间数位化之后邀请大家进来。我觉得这个是大家都可以想一想。想在 5G 的时代怎么样再把它带到像山上啊、户外啊，其实本来演艺空间也很难办在那边，因为真的太偏远的地方，但是反而说不定是在就是扩展实境里面最好的办演艺空间的地方。台湾にはあることわざがあります。それは面と面を合わせると情が 3倍に湧くという言葉があるんですね。ただマスクをつけると3倍どころが1倍もないっていう情がどん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 隔離されてるんですよね。なので今はこういうリモートオンラインでしかできないようなイベントは我々はバーチャルもしくは他のテクノロジーの技術でどれだけその情を例えば2倍、2.5 倍、元々の3倍まで近づけるかという工夫をしなければならない。この、やっぱこの、なんか、空いていた時間を作って元々なかった時間をそこに使いたいなと思っています。例えば台湾には、XR Space というソフトがあるんですけれども、それはその、リモコンの使い方が分からなくても、ジェスチャーでも、その、バーチャルの空間作りができるようなソフトであって、でそれがいろいろ、これからどんどん見かけいれば、今までできないようなイベントもできるじゃないかと、私は思っています。やっぱり、今までイベントをやるにあたって、会場の環境、状況はいろいろ、やっぱ制限が、あると思うんですよね。アウトドアのイベントならではの。そういう楽しみもあれば制限もあるんです。ただし、今後はバーチャルの力を使って今まで行けないようなところでも山だったり、海辺だったり、川辺だったり、そういうところでも、娯楽が生まれるようなことが期待できるじゃないかなと思ってます。たちの中ではその収束のシナリオが見えなくて混乱してるんですけども、小鳥さん自身はどうでしょう。このコロナに関して、大体こう収束のシナリオみたいなのが見えてますか。还蛮无助的。那不知道政委自己觉得这个疫情到底会延续到什么时候？
当然在这里面有两个重点，一个是疫苗什么时候研发出来，那另外一个是病毒说不定会突变啊，我们现在是 SARS 2.0， 说不定它出个 2.1 版 3.0 版啊。これは2つの観点からいくと思います。1つ目はワクチンはいつ開発できるかっていうことと、で2つ目はそのウイルス、コロナ自体はこれから変化していくかどうか、今の編集種が出たらまたそのワクチンに対応できなくなるかもしれません。对，那像在台湾，有一个就是很有名的一个概念，就是所谓的口罩国家队，大家都要加入生产跟配送口罩的这件事情。为什么呢？是因为有一个数据的模式告诉我们说，只要有 75% 的人戴上口罩，不管病毒怎么样子突变，大概它都不太可能传染得开。所以对我们来讲，其实我们现在叫防疫新生活，就是说我们已经特别这个确定说 75% 身上超过九成的人都一定拿得到口罩，在这样的情况下，我们是保持着那就继续这样过生活好了吧的这样子一个想法，而不是说我们到底口罩要戴到什么时候呢？这样。はい、まあそういった概念のもとに台湾ではその国家チームという概念がありまして、マスク国家チーム、みんな国民も含めてみんなチームの一員ではあります。やっぱり今までのデータに基づいてマスクをちゃんとしていれば 75% の以上のウイルス、コロナは広がらないという説があるんですね。でその説を信じて、やっぱり今は国民の皆さんはいつマスクを外せるかという考え方を捨てて、みんないわゆる防疫ニューライフスタイルという心を何ですかね、思いを心に刻んで、これから私たちはマスクを作って気をつけて生きていくんだという考え方に変わらなければなりません。うん、いろんなインタビューで、オドリーさんは、レナード・コエンさんの歌詞を、ひび割れの間からひび割れが全てのものにある、しかしそのひび割れからは光が差すだろうっていう歌詞をよく申し上げてますが、今光が見えてる感じがしますか？看到就是政委说有一个给大家概念，就是很多东西它就是有那个破口裂缝的，那从那个裂缝中走，所以一定会照进光芒，这样子。那这句说法我觉得对相当的感动。那不知道现在对政委来说，就是什么样的光照进来你的人生？目前的话看得出来，就是在这边的这个日光灯啊，以及您后面的这个蓝色的这个布幕的打光，这两个目前正在照在我的身上。今私に照らされている光は、その画面の光と向こうのスペースにあるそのライトですね。っていう冗談です。ここからは、私たち の、ま、この記事の企画としてですね、政治的なことやコロナのことを聞くんじゃなくて、人间欧多利丹，那我们刚刚问了一些比较关于防疫或者政治层面的事情。那接下来，因为我们的周刊也是会了解大家的生活形态，所以我们也想问一下政委关于生活的事情。嗨，生きてる中でですね、我想问一下你在你的人生中，目前悟ったこと、あるいは達観したことっていうのはありますでしょうか？有没有突然什么瞬间，你就觉得你自己开悟了、想通了的时候或事情？你现在问我这样子一个问题，我就好像开悟了的感觉了。そういう話を聞かれると急に悟ったような感覚はしますね。今現時点で深刻に悩んでることありますか？或者是你现在在这个timing，你有没有什么很大的烦恼？你自己心中最大的烦恼是什么？我目前的一个烦恼是说，我如果看着镜头就不能看着你的眼睛，我如果看着眼睛就没办法看镜头。今自分の中で一番深刻な悩みは、
カメラ目線で行くと、岡村さんの目に合わせられない。で、岡村さんの目を見ると、カメラ目線にならない。っていうことぐらいです。因为这不是我自己的电脑，所以上面多了一个标题、一个网址列、还有一个书签列。我通常用自己电脑的时候会把这三个锁起来，这样子你就不会觉得好像我有时候在看你的下巴，但是事实上我是在看你眼睛。なぜならば、今私のパソコンではなく、そうですね、近藤さんのパソコン使わせていただいてますので、普段ならカメラ目線できるようにちょっと工夫はされてるんですけれども、今はちょっとすいません、なかなか岡村さんの目に合わせて喋れなくて。なるほど。日々こう生活の中で恋愛以外でとてもロマンチックに感じている瞬間っていうのはありますでしょうか？那我想问一下，关于罗曼蒂克浪漫，自己觉得浪漫的事情，除了恋爱以外，有没有什么时候你是会觉得哇这种事情或这种行为是很浪漫的？我觉得就是透过视讯去看到其他人的家里，虽然我知道这应该是工作室了，可能不是你家，但是我们在跟很多高阶官员现在开会的时候，因为他们正在封城啊或什么的原因，所以就会看到他墙上可能他小孩画的画啊，或者是说他的就是家人啊会走过去啊，或者就是你听到旁边在说哎赶快关门啊，这个要收衣服啊什么之类的，那这些感觉就是平常就是高阶的官员谈判的时候绝对不会拿出来讲的事情，但是我觉得像这样子分享自己的家里，甚至自己的书房、自己的卧房，去给这个其他的国家的谈判代表看，其实是一件很浪漫的事呢。今は世界各国の人とこうリモート会議をすることが非常に多くて、で、向こうもなかなかオフィスに行けなくて、自宅でリモートをやることが多く見ています。そうなると、やっぱり普段じゃ絶対見られない官僚たちの家庭内の風景が見られるわけですよ。そうすると、例えば壁に子供が描いた絵があったり、後ろに家族が通ったり、もしくは家族の声でドア閉めろとかの声、普段じゃ絶対見られない一面が見れることがすごくロマンチックだなと思ってます。人間らしいとか見れるってことですね。就很有人性，平常看不到的一面。确实是这样。那而且像你问我的烦恼是什么，我刚才就把书签列关掉了，这个烦恼就解决了啊。所以也就是说，我们多了很多平常没有的话题可以谈。確かにそうですね。先ほど聞かれた悩みはカメラ目線の問題ですけれども、今はそのちょっと調整して。ちゃんとできるようになりました。でもこういったちょっとした話題が絶対普段の会話じゃ生まれないことじゃないですか。そこもちょっと面白いなと思ってます。あとですね、今コロナの影響もあるんですけど、オードリーさんが物欲があるか聞いてみたいんですけども、今このコロナで価値観とかね、ちょっとよくわからなくなって、物を貯蓄することとか、意識みたいな何かを。大家的价值观也开始变得比较有暖一点，不知道要把什么东西放在中心，或者是不知道要放在什么人身上，或者是很多言论它并不是就是没有一致性的，你可能会谈到那个人的观点，谈到这个人的观点，不知道症结在哪里。那我们不知道政委对于现在价值观的转变有什么样的想法？我觉得台湾有超过20种的国家语言，每个都是一个固有族群啊，看世界的方法。那我们现在也有很多人，他拿观光签证来台湾之后，忽然就不想走了，原因不明啊。那所以他立刻换成一个就业金卡，就可以在台湾待3年，而且还不需要为当地的公司工作，他可以还是为他自己的工作室或国外的公司工作，他只想要待在台湾而已。所以像这些新的就业金卡的持有人，他一定是来自不同的文化，可他待到一个程度，想要变成台湾人之后，我们也给予双重的国籍，所以可以说是这种多个文化，每一件事情都有20-30个角度的这种状况，在台湾是非常常见的。そうですね。価値観といえば、台湾は実は多民族の国ではありまして、国から認められている言語は20種類以上あるんですね。で、そして今回はコロナの影響もあって、もともと大
台湾国籍の人ではなく、ただ台湾で働いている人とか、もしくはたまたま台湾にいてコロナの影響で出国できなくなる、もしくはここで住みたくなる、しばらくここに居残るような人たちも台湾国籍を取ったり、就職したり台湾人になろうとしている人が、まあ、多く見られています。そういう人たちは二重国籍になるわけですけれども、それも台湾の中ではすごい容認されていることではあるんですね。そうなると元々の民族に加えてもっと二重種類以上の価値観、まあ言葉だけではなく価値観が生まれていて、もっと多元的な文化になってしまうんです。なので台湾人にしていれば、価値観の乱れっていうよりも価値観が多くあることは当たり前だと思ってます。就好比像说，很多日本朋友会告诉我们说，我们本来20岁才成年，但是现在18岁就可以成年了嘛，应该快了嘛，你们快要实行这个新的就是成年年龄的下修。那虽然说我们本来的想法里面20岁才算成年，这个是有点像是习惯一样，就是没有人能够讲得出为什么，但是就是这样的一个东西。但是因为有更多的关心台湾的，但是自己已经太习惯就是18岁成年的一些欧美的人士，再加上日本的朋友告诉我们说，最近他们怎么样说服大家说18岁就算成年了，所以我们就在今天的这个行政院的院会就已经通过了，说那接下来我们就要把所有的东西都变成18岁成年。那这种受到外来的文化的影响，让既有的这个习惯能够被重新检视，所谓的跨文化 transculturalism， 我觉得是一件非常好的事情啊，不一定都要大家一直遵循着什么上百年的传统这样的。例えばよく日本人の友達から聞く話なんですけれども、日本では20歳が成人になるわけですが、これからは18歳が成人になるという方向に向かって法律も改正されてるって話は聞いてます。で、18歳というのは、例えば欧米の方は18歳が成人っていうのが結構前からそうなっていまして、台湾は日本の文化と欧米の文化ととか、18歳、20歳、もしくは選挙は21歳とか、いろんな、法律がありまして、で、たまたま今日、行政院の会議では、じゃあ、これからは、外来の文化も取り入れて、一律18歳にしないかという。で、やっぱりそうなると、我々と近い関係を持っている日本やアメリカの方、にも合わせられるしっていう話は出てるんですね。なのでこれからはもっと寛容的で、トランスカルチャーって言いますが、そういうふうにいろんな文化を取り入れるべきじゃないかなと思ってます。編集の方から聞いてくれって言われた質問なんですが、还有一个是编辑部长一定要问的。台湾は LGBT やジェンダーに関しての先進国であるわけですけども、台湾でどうしてそのような国になれたか、背景や、オードリーさんの貢献などを、我々が知ることができたらなと思うんです。これ編集の方からです。唐鳳政委这边问问听听看，就是为什么台湾会在亚洲里面会走到这么的前面？那这个也是我们编辑部相当在意的一个议题。首先，如果你去看我们20几种固有族群的语言的话，很多是已经有非常久的历史的原住民族。那在有一些民族里面，好比像说台湾族，能不能够当领袖，跟性别一点关系也没有。有些像是阿美族，还是主要是以女性作为决策者等等。也就是说，当你是一个跨文化的情况的时候，本来大家就会对同一件事情可以有非常多不同的价值的排序，因此如果有任何不公平的事情，也比较容易被好像当作参照组一样的被找出来被发现。那在台湾的很多的就是影剧的作品里面，也有讲到这种原住民族的身份跟 LGBTQ 之间相互的这些关系，所以我觉得这些都是很好的。那因为在台湾我们已经习惯了说不同的族群会有不同的想法，有些人觉得结婚是家族跟家族之间的事，有些人觉得结婚就是个人跟个人之
间的事等等。所以当我们在进行调整的时候，我们是采取公民投票的方法，让大家一起去找出怎么样是大家都可以接受的。最后我们发现可以接受的方式就是结婚但是不结姻，也就是说两个同性的人可以结成就是婚约关系，但是呢他们的家族跟家族之间不结成姻亲关系。诶，忽然之间大家都可以接受，而且到现在已经一年多了，可以接受的人又成长了10%。はい、まあ、先ほども言ってましたが、台湾には20種類以上の言語がありまして、で、民族もそうなんですけれども、その中に、やっぱり多く占めている先住民の方では、もともと母性社会である民族もありまして、例えばパイワン族の方は、リーダーになる、人は必ずしも男性なわけではありません。そして一番人口の多いアミス族は未だに母性社会です。なので、こういう、ま、ジェンダーに関する話題が社会的に持ち上げられたときに、やっぱりそういう価値観や文化も参考例や前例の一つとして、社会的全体が、参考になるわけだと、私は思っています。そして、ま、こういった、台湾のエンターテインメント業界でも今までいろんな映像作品の中でジェンダーもしくは女性もしくはその LGBT の話題について触れられて私たちはそう見て育てられました。でそういう影響もあってやっぱりその結婚に関する台湾では同性婚が昨年成立されましたけれども、それはやっぱり結婚に対する価値観というのは個人対個人もしくは家族対家族といういろんな価値観があるわけじゃないですか。人によってちょっと考え方が違うと言いますか。そうなるとやっぱり公的に法律を定められるときにどういう方向でいくかっていうのを最終的に国民に決めてもらうことになりました。でその時に国民投票という、一律投票が行われてて、で、その結果は、みんなは、個人は結婚していい。ただ、その法律的には家族は、その親戚になりません。っていう、まあ、簡単に言うとそういうことになってしまうんですね。で、特別法が、定められました。そうなると、意外と国民が、あ、なんか、認められる気がするっていう納得できた人が多くいて、でそれが 1年に経って今年 の世論調査においてまた10%何が同意の人が増えましたので、結果的にいいんじゃないかなと思っています。今出たその多民族、いやこれも編集の人からの質問なんですけど、多民族であることによっての例えば80年代くらいに戒厳令になったこととか、あと民族間の圧力とか、そういうことの危機感の子供幼少の頃感じてましたか？那我们刚刚讲到就是多元民族的多元民族多元社会的事情，那我们编辑部这边也有叫我要问一下，就是那不知道在以前戒严时代下面一些比较传统的教育的影响，或者是你自己小时候有经历过那个时代，会不会对台湾整体的社会造成比较多所谓的危机感，让大家往正面的方向去走？确实是这样啊，因为每一次有人说，诶，那我们不如就来查禁网络上的言论吧，或者是说，诶，我们不如就来就是看到不妥的言论就让它下架吧，等等的情况下，任何时候只要任何人提出这样子的想法，立刻就有人会说，难道你要回到戒严时代吗？等等。那只要是这样子一讲，其实这种社会上的提议就完全没有办法继续讨论下去。也就是说，所有经历过戒严时代而且现在还在投入民主工作的人，都有一个，不管他们想要把台湾社会带到哪里，都有一个共同的共识，就是不要往后退，那这个是很重要的。確かに影響は大きくありますね。例えば今でもやっぱり SNS 社会においていろんなこのインターネットで抽象などなんかひどい言葉が溢れているときに、必ず誰かが取り締まろうよとか法律を定めてそれを禁止させてよっていう意見が出るんですけれども、そうなると必ず誰かが、え、
じゃあ白色テロ戒厳令の時代に戻るかっていう。でその言葉が戒厳令の話が持ち出されるとみんな黙るわけですね。やっぱりみんな共通の認識はもう絶対時代には戻れませんっていうのが台湾やっぱ民衆的な社会に目指しているものみんなが持っている危機感ではないでしょうかと。而事实上，即使是30岁不到，也就是完全不记得戒严时代的朋友，他们也会透过一些艺术作品，好比像说像由赤竹团队所制作的《返校》等等作品，来理解到戒严时代的种种。那以至于说，他们只要看附近那些就是可能正在民主正在倒退的一些管辖领域，那他们就会互相提醒说，不要就是让明天的台湾变成今天的其他这些管辖领域。那所以就是不管是透过国际上面的参考，或者是说透过这种影视音的文化作品，我觉得这样子的互相提醒的作用，即使是在很年轻的一辈，也是非常的就是生动，而且是让我很乐观的，就是他们会非常关心，不会因为没有经过戒严时代而不关心。まあ、それは、戒厳令を経験した世代の話なんですけれども、戒厳令が解除されてちょうど35年になりました。ってことは35歳以下の、年の世代は経験してな、してこなかった世代なんですけれども、でもそれでもいろんな作品、例えば、昨年すごい、注目を浴びた、有名な変更という学校に帰るというゲームが、ホラーゲームがありまして、それも映画に、リメイクされたんですけれども、それも白色テロにちなんだ、テーマではありまして、いろんな、ゲームだったり、ドラマだったりに、を見て、その昔の時代、こういう時代があったよという勉強になった若者もたくさんいます。そうなる、そして、やっぱ国際的に見ると、やっぱ海外でも、未だにこういう、まあ、政府からの鎮圧を受けている地域や国があるわけですし、今はインターネットですぐその世界情勢が読めるようになるんですけれども、そういう海外の影響やその作品の影響で、やっぱり若い世代でも同じような意識を持てるんじゃないかなと。先日の香港の一件とかどう思いますか？那前阵子关于香港国安法通过的事情，不知道可不可以问你的意见？我想我们一定会透过像专门设置的香港的专案办公室来提供所有需要包含人道援助的朋友们以援助。那事实上透过像连续两届的奥斯陆的自由论坛，或者是说像无国界记者在台湾是他们亚洲的总部等等的方式，我们会确保说所有想要有一个安全的空间能够讲出他们故事或甚至继续开他们的独立书店的朋友们都能够有一个安全的空间做这件事。そうですね。台湾には専門の、まあ、香港オフィスが政府に設置されていて、やっぱり香港からの方々、もしくはここでそのシンポジウムもしくは無国境のジャーナリストの総部も台湾に設立されてるんですよ。そういうジャーナリストもしくは例えば出版社、本屋、独立インディペンデンスの本屋が台湾に拠点をしている者たちには、やっぱり安全安心の場所を、そして環境を提供することが我々はができることです。オードリーさんのこうインタビューをたくさん YouTube で見させていただいたんですが、常にこう当たり前なんでしょう、常に知的で冷静で、那真的每一篇都非常的有趣，那也给我非常多的印象。ご自身プライベートご自身は怒りに震えたりとか大笑いしたりとか、あと楽曲に感動して涙するみたいなことあるんでしょうか？可是我也注意到你的反应常常是很冷静的。都非常的从容的应答，那不知道你在私底下会不会有暴怒啊，或者是大笑，或者是听歌看电影，就是忍不住哭出来的时候。当然是会啊。那其实我会很容易受别人的情绪感染，所以好比像说就是你问的一个问题是感觉比较有爆炸性啊等等，或者是我们的口译也把那个口气翻译过来的时候，我当然会受到一时的感染。只是说即使是最好像说想要抗争啊，或者是说最暴怒的那种情绪，在我心里也没有办法停留很久的时间，可能大概就十秒钟左右。もちろん私は共感性が強い人間なんで、例えば向こうからどんな言葉を
が投げられて自分も感情的になることもありますし、例えば今通訳さんから の, あの通訳で、あのこうのあ こ, うこういうあのトーンで話してるんだという、やっぱりその感情が、気持ちが伝わってくると自分も影響されることがあるんですけれども、でもやっぱりその大きな怒りだったり、そういう感情はあんまり私の中ではとどまらないっていうか、多分10秒しかないんですね。うん、例えばあの、ある時に富豪の方から、5億ドル渡されて、でそれを社会活動的なこと以外に使ってほしいと言われたら何に使うんですか？5億ドルっていうの、もう一回ですか？すいません、質問もう一回。ある富豪、あるお金持ちの富豪の人に、はい、5億ドル、2兆円ぐらい、2兆円ぐらい渡されて、はい、5億ドル。社会的な活動以外にこれを使ってほしいと言われたら何に使いますか？わかりました。如果今天有一个突然有一个暴发户石油王，就是给你5亿美金，然后希望你用在除了社会福祉以外的地方，那不知道你会怎么样使用这个金钱？那可能是用在科学技术的研发，让这个石油可以逐渐的退场，不用继续使用石油。そこはやっぱりテクノロジーの研究開発に使いたいですね。そこで石油社会じゃをなくしてほしいです。なるほど。うん、例えば今 AI のことで、比如说现在 AI 的技术相当的発展していきますけども、その AI のところにも投資していきたいと思っていますか？你会希望很多东西是可以渐渐转为 AI 来主导吗？我想 AI 对我就是辅助式的智能啦， assistive intelligence， 所以就是你会想要找助理做的事情就可以找 AI 做。好比像说，如果你很喜欢爬山运动的话，你绝对不会叫你的助理去爬百岳哦，我不知道日本的百岳是什么啦，然后爬完跟你报告，因为你会自己去爬嘛，那像这种事就不会交给 AI。私にとっては AI はあくまでサポートであって、例えばそのハイキング、山登りが好きな人は自分の助手に、じゃ山を登ってこいと言わないんですよね。普段助手に任したいことは AI に任すというような感覚で、私は台湾の、まあ、日本の山はわかんないんですけども、台湾の山をちょっと制覇したくて、で、そしたら助手に行かせることはまずないです。自分でやります。なので AI はサポート役っていう。何から何までじゃあ AI に申請するんじゃなくて便利な道具っていうのは、不会是什么东西都会希望进展发交给 AI， 而是只是把它当作其中一个道具。对啊，因为事实上从有就是科学跟技术开始，本来就是这样子的情况嘛。是你想要省洗衣服的时间才去用洗衣机啊，不是说你的洗衣机强迫你说你衣服穿两天非得丢下来不可，没有这种事情的。そうですね。まあ、科学っていうのはもともとそういうもので、例えば洗濯機が発明されたのが、もともと洗濯する時間を節約するためであって、その洗濯機が主導して洗濯してほしいという言われるわけではありません。今 AI はチェスとか将棋とかいろんなゲームではこう人間勝ち始めてますけども。像 AI 在爬山一样，一样的围棋呀。我相信 AI 爬山也比我们快，一定的。はい、あ、すみません。どうぞどうぞ。はい、もう一回言いますね。あ、はいはいはい、すみません、声重なってました。AI では、AI の世界は今、チェスや将棋などが、AI が勝ち始めてますね。で、だけど、僕の やってる世界、エンタメの音楽や映画の世界、こういうところにも AI っていうのは入っていくと思います。那、刚刚讲的嘛、就是 AI 它现在围棋或者西洋、那个、各种棋类开始战胜人类的，那你觉得 AI 会有可能进入娱乐产业吗？我相信 AI 在爬山上面也比人快就可以攻顶了。那但是娱乐产业主要还是人跟人之间互相了解啊。那如果这个互相了解的工作，它是每一个人来做都一样，就好比像说，怎么样很快爬到山顶，那当然 AI 就可以取代这一部分。可是，大部分娱乐产业它是建筑在你关心一个艺人，而且你对这个艺人他的整个生活跟创作的环境，因为他的作品而想要更进一步的了解。那在这样的情况
况下它是独一无二的，别人也没有办法取代它，那所以这个情况下当然就没有 AI 可以取代的这个部分，所以最后还是看是不是每个人来做都不一样，这个情况下 AI 就没有办法做什么事，但是如果每个人来做都一样，那当然是随便，对 AI 就可以取代。まあ、先ほども言っていた山登りの話なんですけれども、それがやっぱチェスだけではなく AI が山登りすると必ず人間より速くなるとは私は思ってるんですよ。なぜならばそれはスピード勝負であって速くいけるんです。ただしエンターテインメントっていうとやっぱり娯楽っていうのが共感、人と人を人が理解することであるんですね。やっぱり人間の感覚っていうのは一人一人違うものであって、このアーティストの作品にすごい自分に響いてるという自分の感覚に合う共感してるからこそもっと知りたい、もっとこの方のあの作品を楽しめたいということからのエンターテインメントであるんです。そしなのでもし人間の感覚が全部同じものであれば、じゃあ AI はエンタメを勝ち取る世界はあるかもしれません。ただし人間はそうではないんですね。なのでやっぱり一人一人のアーティストというのは唯一無二じゃないかなと思ってます。あの好奇心からお伺いするんですけども、例えばプログラムの集積だけではなくてですね、例えばお酒お漬物というものができる工程の間には発酵っていう状況があります、はい、で例えば音楽とか、映画もそうかもしれません、小説もそうかもしれませんが、何かの情報やいろんなデータを集めて、それで人間の中で、まあ、こういう言い方が正しいのかどうか分からないけど、やっぱある程度発酵みたいなプログラムが行われて、やっぱりすごく独自なものが行われると思うんです。でその発酵っていう不思議なプログラム自体は AI でもできると思いますか？那我自己是很好奇，我有这样的一个想象，就是像酒或者是那个腌制物品，它其实就是把食物原本的素材进行一个发酵的过程，产生新的口感嘛。那有没有可能？我不知道，可能接下来的技术会让小说、电影或是音乐，它借由技术一些人工技术而产生发酵的这个动作，然后带来新的娱乐效果。嗯，当然是如此啊。像我们已经理解到，像 GPT 3、GPT 3这样的技术，是你可以把荧幕剧的前几分钟的对白写给他之后，他就自己可以脑补出剩下来这一幕剧大概可能十分钟左右长度的对白是怎么样，这个已经都是 AI 做得到的。確かにあるかと思います。例えば GPT-3 というソフトがあるんですけれども、それは最初の、セリフを何フレーズかその入れたら、その後10分くらいの演目のセリフが生み出せるという AI があるんですね。なのでそういった発行させるっていうようなプログラミングは可能だとは思ってます。ちなみに、まあ、好奇心から聞きたいんですけど、大好きな音楽家っていうのはレナード・コーン以外だと誰がいるんですか？想问一下你自己最喜欢的音乐家、音乐歌手有？可能因为最近那个重新又看了他们用电影的方式拍下来的那个 Hamilton 这个音乐剧吧，所以这两天在想的主要还是 Hamilton， 那就是Lin-Manuel Miranda。そうですね。あの最近はあのハンモ Hamilton Hamilton っていう、あのそうです。映画音楽家のあ。作品のそのミュージカルを改めて見たということで、その方のあの映画音楽をばかり聴いています。うーん。2日間。あと、映画音楽。映画で大好きな映画なの？那你も喜欢的音乐呢？好吧，音乐的电影讲错电影。我刚才说那个音乐剧变一部电影了。啊，对。你可以在 IMDB 上找到。OK。先ほど言っていたそのミュージカルが今映画にリメイクされていますので、その映画も今オンラインで視聴できますので、すごいハマっています。ああ、見てみます。はい。
もしも不老不死の薬が手に入ったら使いますか？何の不老不死？啊，不老不死呢？はい。如果有长生不老的药的话，你会想要使用吗？我想在台湾我们基本上不会特别觉得说长生不老这个本身就已经足够了啦，我们还是会觉得说要既健康然后又能够长寿哦，健康跟长寿常常是放在一起讲的，所以如果是让我只是长生不老但是是非常不健康的话，那似乎不是一个好主意。やっぱ不老不死といえば健康でなければ相当、きつい話ではありますので、やっぱ台湾人としても、まあ私個人としてもやっぱ長く長生きするには健康が絶対条件なんですね。ただ不老不死の薬だったらちょっと遠慮するかもしれません。就像我都会祝福说 live long and prosper， 就是长寿而繁荣啊。那如果只有长寿但是没有 prosper 哦，这样好像就不太妙。例えばこの今のジェスチャーは人に長生きして豊かでなれっていうジェスチャーなんですけども、そうですね、なので長生きだけじゃダメなんですよね。心も豊かに生活が豊かにでないと、ね、全部長生きしてもしょうがないですもんね。強い方は可能止め办法、そうですね、今深刻に絶望してたり憂えてることありますか？那现在有没有就是觉得很应该怎么分重的对，很担心，很让你很消沉的事情，很消沉的事情啊，或者很担心。我这次迟到了三分钟，所以一直在想说应该要补到7:03啊，让你有完成的一个小时。先ほどちょっと遅刻しましたので、このあと3分の時間をちゃんと皆さんに与えないとダメだなっていうのがすごい気にかけてます。不过这样我的司机就要加班了呢。那不过也没有关系，我可以请同仁先通知一下我的司机，晚个五分钟下班。まあでもそうなると、やっぱ私の運転手もちょっと残業しなければなれなくなりますので、ちゃんと伝えないとな。你看，不到十秒钟就解决了。はい。まあそういうやり取りを今頭の中で考えてます。仕事をしてる時間以外で。この時間をとっても楽しいっていう時間は何ですか？除了工作以外、有没有什么时间是让你觉得特别的放松或开心的？我现在就是因为我工作是做兴趣的，所以我现在就已经很开心了。私自身は今の仕事が趣味でやってますので、今が楽しいですね。就像有一个漫画的角色说他是兴趣使然的英雄一样，我的工作也是兴趣使然的真委员。ある漫画のキャラクターは自分は趣味で英雄にヒーローに なりましたって言ってるセリフがあるんですけども、私はデジタル趣味でデジタル大臣をやってます。例えばこの世界が元に戻って世界中にこういろんなところが誰でも自由に聞きできる世界に戻ったとします。如果我们现在的疫情平稳下来，いろんな世界に行きたいですか？可以开始往海外各个地方都可以开始自由的通航的话，不知道政委想要去哪里？那当然是日本了。いや、それは日本でしょ。あ、そうですか。希望你可以来，有没有想要去？特别想去？因为我事实上之前常常去日本啊，不管是东京啊、大阪啊，或者是在地方创生的时候，去看各个不同做地方创生的地方，其实本来都已经排定了，那现在都只能用视讯，所以如果能够跟日本很安全的，就是通航的话，那我觉得我就一定会到日本，而且每次到日本其实都是让人很感动，因为不管是追求科技的朋友们，还是追求社会正义，或者是照顾偏乡弱势的朋友们，感觉上都很谈得来，好像是不需要特别互相说服，发展科技就是要照顾到最弱势的人。那这个跟台湾的想法是非常一致的。やっぱり今まではよく日本に通ったりしてまして、まあ東京とか大阪もしくは地方のイノベーションのプロジェクトに参加する時もよく現地に通うんですけれども、今はリモートでしか
会えなくてすごいあの寂しいなと思いますのでもし安全な環境になれたらやっぱりあのすぐには日本には行きたいと思っています。そして日本のあのやっぱり会う方会う方すごい話が合うんですね。やっぱどんな例えば社会福祉とかもしくは地方でイノベーションやあもしくはあのセビックテックをやってる人たちもちゃんとあの弱いものの視点から世界を良くしたいというあの立場で頑張ってる人が多くて、それは台湾の価値観とあのすごいあの一致してますので、すごいあの話はそのお互いを説得するではなくて普通に話あの馬があって話せます。なるほど。あの食事、日々の食事とかで気をつけてることありますか？我想问一下饮食方面你有没有特别注意的部分？有，我每天大概都会很固定的吃碳水化合物还有脂质以及蛋白质。はい、私はその炭水化合物、炭水化合物、炭水化合物とあの脂质、蛋白质、脂肪、そうですね、脂肪とタンパク質、うんうん、タンパク質はちゃんとあの摂食するようにしてます。程度で。それは脳に糖質を与えるってことですか？这个是因为对大脑会有注意吗？还是？可以说是它的保持这三种不同营养素的比例的平衡的话，对整个身体都会有注意吧。やっぱりバランスよく摂食すると体全体にいい影響が与えられますので、あの気を使ってますね。この今のこの対談の載る雑誌なんですけども、あの社会的なこともよく取り上げてますし、あの三面記事的な芸能的なこともよく取り上げてるんですが、日本の芸能の世界では不倫で、不管是政治啊、社会的女性啊，或者是娱乐的东西，基本上都会刊载。那日本的周刊其实也很在意，就是那个娱乐圈的八卦绯闻，尤其是びっくりするぐらいの断罪を受けてるんですが、あの不倫についてどう思われますか？而且尤其是对于抓人家外遇这件事情是非常积极的。社会上也都很就是常把它当作话题这样子。那不知道你对于外遇不伦的文化有什么想法？这个我不太有经验了。那么経験がないことなんで、ノーコメントです。啊，就何とも言えない。没办法发表什么意见。我是觉得说，当然大家都喜欢有一些可以讨论的一些话题嘛。那如果社会有一个规范的话，把这个规范破坏掉，当然就是一个很引人注目的一个话题。那从这个角度上面来看，不管是家族跟家族之间的结合，或者个人跟个人之间的结合，确实都提供了非常多话题，让整个社会可以讨论。当然是这样没有错。そうですね。やっぱり人は話題が好きなんですよ。自分以外のことが話題になるわけですし、社会的な、もし、社会的に有名な人が社会的なルールを破るときは、それが、あの、一番、あの、みんなが注目する話題になるわけですね。それは、個人対個人対、でも、家族対家族でも、あの、すごい響くことですので、その話題は、やっぱみんな、その注目しがちというか好きなんじゃないかなと思ってます。あ、不倫と差別は似てると思います。全然違うと思います。你觉得那个外遇跟偏见，讲偏见吗？还是可以是很接近吗？歧视，讲不是偏见，歧视，外遇跟歧视，つまりですね、这两个东西。Nature、つまりこう人間のどうしようもない感情であって、こう社会的に断罪しようとしても、人間はどうしてもやってしまうことなのか、それともやはり断罪されて叱るべきことなのか。譬如说这样讲好了，我觉得外遇跟歧视，这可能都是人性中比较就是难堪的那一面，可是会忍不住，有可能忍不住会去破坏这个规则，但你觉得这个事情是值得社会去帮他定罪，社会去否定他的吗？
当然你提到说这个周刊会提到很多有高度反差的这种题目嘛，那我想只要是高度反差的题目都值得做成讨论的一个焦点嘛，你可以先翻这个。はい、私から見るとやっぱり週刊誌は話題作りの媒体であって、そして多くの人が自分の中の価値観と差を大差を感じるときに気になっていくようなことを取り上げる媒体なんですね。好比像说，最近这边就有一本周刊，然后它的其中一个焦点，就是讲我啦。然后它讲的这个标题可能不是很容易看得很清楚，但是你可以看到，就是他拍了很多，好像把我拍成生化人呐、这样子的一种照片。那他的标题就是说，一个无政府的主义者啊，怎么样子跑在这个象征旧时代男性威权最高军事机关空总的办公室里面呢、这个然后告诉大家说他没有国家认同跟民族认同，是中华民国第一位数位政委。这一段短短的文字里面大概就四五个很大的反差吧。でそういったものはギャップだと思ってるんですね。例えば先ほど見せた、これは台湾のある無垢本ある無垢本なんですけれども、週刊誌とは無垢本ですね。でそこに私の焦点に当たってくれて、私の特集を組んでくれました。で、私が呼ばれた理由も、やっぱり世界とのギャップがあるわけです。で、その中に最初の文字が、なんですね。就标题跟第一段一小段。はい。で、このタイトルと内容がなかなか面白くて、それは、ノーガバメント主義者はどうやって台湾のアイコンになれたのかっていうのがタイトルで、で、取材の最初のその説明文、紹介文となるところで、今回の取材ペアは、旧時代を象徴、旧時代の国家男性社会を象徴する最高軍事機関の、本尊、そうですね、空军总部。空军总部。航空総部。軍隊の空軍の基地だった場所。そうそう。をリノベーションして、今、イノベーションセンターみたいなところに、オードリーさんのオフィスにされてるんです。そうですね。で、そういう取材部屋で、で、こういう、こういうものが、訪れましたっていう。で、やっぱりタイトル、そして、紹介文にも、何回もギャップがあったんですよね。そういういろんな人がこのイメージに合わないものだからこそ興味を持つっていう。所以我要讲的是说，好比像说，明明是空军总部，却把围墙拆掉，让任何人都可以进来。明明是在国家的最高的行政机关行政院，但是却主张安娜奇主义。像这样子的事情，它一方面也许你可以说，只要是人看到规则就忍不住去挑战。可是最重要的是，你怎么样子去创造出新的规则来？はい、やっぱりそういった軍事時期なのに。その壁を全部ぶっ壊して、今国民が自由に出入りできるようになりました。そして国家最高の権利機関といった今行政院という行政院のオフィスに私のようなそういうなんですかね、そのオープン論を開かれた政府を提唱するものが入りました。こういった概念を破るような、なんですかね。新しいルールが作られることが、やっぱりその、今のメディアとか媒体が、すごい、みんなに考えさせられてるんじゃないかなと思ってます。なるほど。かっこいいですね。ハマンコード。そう、僕がさっき話した、不倫と、差別っていうのはですね、なんか動物行動学でアリがこう何匹かいる中で必ずこうさこういじめられるアリがいると、でそのいじめられたアリをまた排除して何匹かになるとまた誰か別のものが誰かをいじめると、そういったこうなんかこう
動物行動学的なメカニズムとしてこう断罪するとかしないじゃなくて、なんか不思議なメカニズムみたいなのがあるんじゃないか。で、不倫もそうですけども、まあ、いくら断罪されても減らないわけです、不倫は。だから、こう、いかんともしがたいメカニズムなのかなと思って、そこと、オードリーさん、どう思ってらっしゃるかな。我现在常觉得在网际网络社会，尤其在社群网络里面，不管是知名人士的外遇的新闻，或者是我们讲很多在社会阶级上遇到歧视的事情，常常是一个话题出来，然后一群人去否定他，然后再出现其他言论，然后再被否定，再被否定，再被否定，就是会有不断的去颠覆言论的这种是怎么讲？不断的主流的言论不断在改变，那你怎么看现在的就是言论趋势？不过我觉得大家如果能够一起造成一组压力，让民意代表必须要去让法律啊或者是行政的规则啊更符合社会所期待的正义的话，那就是很好的事情啊。那好比像说像台湾经过了反复的社会讨论之后，发现说就是通奸这件事情用刑罚来罚，也就是用国家的力量来介入啊，那事实上是对于在关系里面的双方是常常是不公平的，也就是说会变成是只罚到外遇的对象，而就是在婚姻里面那个去外遇的人反而就罚不到了的这样子的一个情况。那这就跟这个法律本来是立下这个法律的本来的意思是已经有所差别，实际上已经有很大的差别，所以在充分的社会讨论之后，当然现在是已经由大法官嘛我们的就是宪法法庭去宣布说他是违反宪法的。那我想这个就跟刚刚讲的这个结婚不结姻的这种婚姻平权，也是一开始靠大法官的提醒一样。我想充足的社会讨论也是大法官形成他们新的对于法的解释的一个很好的一个来源。所以我觉得充分讨论是很好的，只要到最后是收敛到新的对于不管是社会规则还是法律体系的新的见解，共同的价值。そうですね。まあ、そういった現象は、もし政府の、まあ、人民代表といいますが、法律を、作る人にいい影響が与えれば、社会もいい方向に向けるんじゃないかなと思っています。やっぱり社会が期待している正義というものが、あるじゃないですか。台湾の例を申し上げますと、台湾では不倫は有罪なんですね。犯罪です。はい。痛感罪。痛感罪があり、あります。ただし、それは罰を受ける人は不倫相手であって、結婚関係を持っている人には、処罰に当たらないんですね。それが結構、長年を渡って、つけられている法律なんですけれども、今の社会情勢においては、それは古いと、それは不公平だというような社会討論も起きてて、そうなると法律も改めて、じゃあ社会が期待している正義とは何なのか、今の価値観というのは何なのかっていうのを見合わせなきゃいけません。なので、ようやく本当に最近のことなんですけれども、その痛感罪が、亡くなったというか、そうですね、最高の法律機関から、これは台湾の憲法に反する解釈だと、で、まあ、後に改正するようにというふうな指示が出されました。で、これから違う方向になるんですけれども、なので、今は、やっぱり、大衆の話し合いっていうのは、困難に至ることも多いんですけれども、それがいい方向に持っていければ、まあ、悪い話でもないですっていう。うん。なるほど。なんか、日本は、重恋愛大国で、そんな、罪、犯罪にもならないし、好きなように誰が好きな時間に、好きな相手、急に好きになって、何十婚みたいな人もいるでしょうし、何十恋愛みたいな人がいると。いる国ですけども、その言い分と悪い分もあると思います。その言い分、先就是一个。
非常自由恋爱的社会，你要跨几条船，你要劈几个腿，你要跟多少人就是外遇都不受到法律的苛责。那我自己觉得其实这有好的那一面，自由的那一面，但也是有一些就是坏的影响。嗯嗯，感谢分享。誰かが誰かを好きになる気持ちは止められないんですけども、例えば相手に家族や子供がいた場合ね、それはあの崩壊を招くので、そういうことに関しては倫理が動くと思いますけれども、極めて日本は自由恋愛のイメージですけど。像我自己觉得日本的话，就是你要爱上一个人，这种心情绝对是挡不了的嘛。你真的要爱上谁的话，可是如果对方或是自己是有家人、有配偶跟小孩的状况下，其实这个就已经违反所谓的家庭伦理、婚姻伦理的部分。所以真的是一个就是在社会规范上面会让人家就是多去思考的一有这个层面这样子。对啊，所以这就是你们周刊存在的一个价值嘛。そうですね。で、それ、そういう話を持ち上げて、みんなで討論、みんなに討論させるっていうのは、あの、その週刊誌のあり方なんじゃないかなと、もう私は思ってます。このコロナ自体がこう、人間の恋愛感情やこう、接触することじゃない、みんながこう不安になってしまって、人間のコミュニケーションや恋愛みたいなものを変えてしまったと思いますか？それとも人間はそこは変わらないと思いますか？那不知道政委觉得这次在疫情的影响下，人类对于恋爱或是人与人之间的人际关系这个部分有没有受到影响？当然是，我还记得我们指挥中心那时候在希望75%以上就是全民都要戴口罩的时候，确实有人问说那这样子亲热的时候怎么办啊？那也有我们指挥中心的朋友说戴了口罩还是可以亲热啊。那所以事实上是蛮有意思的一个见解，也就是说希望大家配合防疫新生活，甚至是延伸到了好比像说我们这边叫做酒店，我不知道在日本要怎么翻，或者是像舞厅、夜总会等等的地方，那些当然都是就是很亲密的地方，但是也同样的要落实就是社交距离啊，以及要留下实际可以联络到你的电话号码或者 email。そうですね。それはあのコロナが広がる当時に台湾のあのなんですかね、そのコロナセンター。貿易センターの記者会見でジャーナリストはじゃあ75% 以上のマスク率を達成するには、例えば恋人同士がイチャイチャしたい時はどうなるんですかっていう、まあ、質問が出たんですね。シンプルに多分みんな気になることだと思います。そしてそのセンターの指揮官の方から、いや、あのマスクつけても普通にイチャイチャできるんじゃないですかっていうような、あ、じゃあ改めてあの今後は貿易のニューライフスタイルに従って、あのみんなの生き方とか書いていかなければならないんですけれども、あのやりたいことはやっていいんだ、ただしやり方が違うんだという、やっぱりいろいろ考えさせられるんですね。そしてあの例えば職業によってキャバクラだったり、クラブだったり、今まで濃厚接触っていう言われるような、まあ、夜の店なんですけれども、それもどうやって営業し続けて、その、ちゃんと今日、あの、貿易的な機能も働かせて、その、実名制で感染されたら連絡できるようになるかという、あの、まあ、フォローが必要なんですけれども、存在は摩擦しな、しする必要はないと思います。うん、ワクチンができたら元の世界に戻るとは思いますか？それとももう別のフェーズに来てしまったと思いますか？那觉得如果疫苗发明出来然后也成功了的话，我们有办法回到原本的世界吗？还是说其实这世界已经就是往下一个次元前进？就像刚才讲的，如果我们在这段时间里面把线上或者是 VR 已经从界面2分情慢慢 2.1 2.2
2.9 3.1 3.2 已经超过见面的那种亲切感的话，那大概就回不去了，就会变成是可能只有就是少数的人在面对面的沟通，大部分的人都可以透过远距的方式来彼此的工作。不过这里讲的仅仅是工作的方面了，那当然休闲的部分当然还是很多人会想要就是实体的去体验。这就是为什么如果疫苗研发出来，我还是会飞到日本，就算我们现在视讯是品质蛮高的。そうですね、やっぱりワクチンが開発されるまでのこの間に、リモートワークに関してはもっと効率的かつ合理的な仕事の働き方がこの、まあ、研究されたら、企業もその方向に進むんじゃないかと私は思いますね。元には戻れない、まあっていう、やっぱいい方向ね、いい方向に向かえれば元には戻れない気もするんですけれども、エンターテインメントにおいてはもちろんまたいい方向もあれば、でも顔を合わすことしかできないような楽しみ方はやっぱり従来からのやり方も必要だと思いますので、それも例えば私が収束できたらまた日本に行きたい理由でもあるわけですので、なので戻れる部分と戻れない部分両方あると思います。今台湾自体がコンサートとか、クラブディスコみたいなクラブみたいな踊るようなところとか、そういうことに関してはどうなってるんでしょうか。那我想问一下，台湾目前演唱会一般的展演或者是像夜店舞厅营业的状况是怎么样？都是正常的啊。好比像说在酒店，他们本来觉得一定不能保持社交距离的，但是他们也有研发出那种戴个帽子，然后有一个塑胶的面罩，所以你还是可以看得到，虽然亲不到，然后可以从面罩底下喝酒啊。那而且大家也愿意留下自己的联络方式，但是真名就不一定愿意留下来了。等等的这个情况在，在县市政府的核可之下，现在都是正常的营运。今はコンサートなど全てのイベントは通常営業、通常開催です。普通もう戻ってます。そして、まあ、キャバクラクラブなどの方は今実名制、半分実名制ですね。例えば名前を実名を残さなくてもいいので、連絡先だけ、連絡できるような連絡先だけ残すようにはみんなにフォロー、その合わせてくれてます。キャバクラなども、例えばアクリルマスクなど、まあ、今までの濃厚接触は、キスしたり触ったりことはできないかもしれないんですけども、その行くことは、営業することは普通に、正常にやっています。那当然最基本的就是入场要做体温的检查，以及都要就是在人群没有办法保持社交距离的时候要戴口罩，以及入场的时候要用酒精喷着或者是用肥皂洗手，这个当然是最基本的，我也不特别讲，因为每个地方都是这样。で一番基本な、例えば検温、入場の時の検温、指消毒、そしてマスクを使用することは、そう、一番基本の基本なので、それを守った上で、いろんなことが改正されています。コンサート会場自体は、普通のお客さん入ってるでしょうか？それともディスタンスの形で入ってるんでしょうか？演唱会的部分、不知道你现在知道是、现在是梅花座还是全部解除了？基本上就是梅花座的情况是大家要确定说保持得了社交距离。如果是在一个空旷的地方的话，那大家只需要保持一公尺的距离，那样就没有梅花座的必要。那如果连一公尺都无法保持，当然进场每个人都要戴口罩。今は例えば映画館、コンサート会場は梅花座一般是室内嘛？啊，对，室内。嗯。那室内の空間では、席を一つ開けて座ることが多いんです。で、そうじゃない場合はみんなマスクをつけることで、満席にすることもあります。そしてアウトドアの場合は1メートルのソーシャルディスタンスが守てる場合は、まあ、制限なしでも開催できます。守れない場合はちゃんとこう、まあ、いろいろ距離守ってるような工夫はするんですけれども。
エンタメの世界自体は、あの踊りさん自体はどう思われてますか、その分業以外みたいなことを恐れても、企業が大きければ大きいほどやっぱりこう恐れて、株式もあれでしょうし、あのみんなこう手を出せなくなりつつあるんです。そういうことに打ち勝っていかなくちゃいけないと思ってますか。那我再问一下娱乐产业的事情，自己觉得在台湾的娱乐产业部分有没有受到什么比较严重的影响？会不会说就是特别大的娱乐公司的话，他们会变得很谨慎小心啊，很多大的活动不敢举办，或者是不敢有进展之类的？当然，我们大的会展现在大概都有继续举办哦，其实并不是很受到很大的冲击。受到比较大的冲击的，好比像说有一个叫故宫博物院，那他们的北院就是比较大的那一个，因为绝大部分来的大概都是外国的观光游客，这个是受到非常大的冲击。也就是说，以外国的旅客为主要营业项目为对象的这些娱乐业，大概都受到非常大的冲击。如果是以本国的来讲，就还好。那以澎湖来讲，甚至去的人潮已经超过他们可以承受的，因为本来要出国都跑去那边了。正直申し上げますと、台湾のエンターテインメント協会は徐々に戻りつつ、今は国内向けの会社はほとんど影響なしでやっています。はい、そうですね。あんまり被害は、まあ、だんだん少なくなっていますね。観客は普通に入れますし、観光、なんですかね、イベントも中止するリスクもないです。今、市中感染がありませんので、ただし、観光客、海外向けの場所はすごい大変なんですね。やっぱり入国できない、通行制限がいつまで続けられるかわからないので、例えばかの有名な国博物館はやっぱり今まで国内向けではなくて観光客向けの場所として知られてますので、今はなかなか大変で、博物館だったり美術館の方は何ですか、経営が、心配されています。でも観光の方は、やっぱ市中感染のリスクがない、ことで、今まで海外旅行が大好きな台湾人は、今国内旅行でしかなくて、国内の観光が非常に盛んでいます。なるほど。どうぞ。オードリーさん、編集部から質問ですけども、子供の頃について伺いしたいんですが、オードリーさん多分3つの点で他の方と違ったんじゃないかと思って、まず1つには、心臓の病気で、小時候的事情、比如说。2つ目は、トランスジェンダーでいらっしゃった。で、3つ目に、ものすごい天才だった。っていうことで、多分周りの人とこう理解し合えない。那我们觉得你可能有三点在小时候跟别的小朋友比较不同的地方。第一个就是你有先天，我们知道你有先天性的心脏病。然后另外一个是在性别认同上是属于跨性别者。然后第三个是你的智商是高于别人的，也就是外界所称为的天才。那不知道这三点自己在小时候的时候是有没有意识到，或者是他对你的影响比较大的地方是什么？这三个好像都不是有很大的影响了。私にとっては子供の頃この3点はあんまり意識してなかったんです。要说容易意识到的话，那个180其实不是智商，是身高啊，这个倒是很容易就意识到。その、まあ、天才だすぎるところはやっぱ IQ80、180って言われていますが、やっぱりそこは身長の方でしょうっていうふうに私思ってます。可以说身高的能见度比那三个加起来都多。やっぱり人よりちょっと身長が高いところは、身長で目立つところは今の3点より全然ありました。親に対して自分がトランスジェンダーだってことを伝えることには躊躇はなかったですか？那我想问一下，就是对于你确认自己是跨性别者的时候，
对于有没有犹豫过要怎么样跟家人讲？欸，可能没有啊，我就直接跟家人讲说，欸，我想要再体验一次不同的性别的青春期，这本来当时我已经成年了嘛，就是我的自由。なかったんですね。あの本当に普通に家族にあの今までと違う性別の青春期を思春期をもう一度あの体験しますねっていうふうに言いました。その時はもう私はもう成人して、まあ男性として成人したんですけれども、それはもう一つの性別の思春期をこれからあのもう一回こうなりますねっていうことで。うん、お父様お母様は何て言うんですか。你告诉家人的时候，你的父母是怎么回答你的？他们就支持啊，没有什么别的想法。毕竟我已经成年了，比起就是我没有成年的时候，环境会强加在我身上造成的一些冲突。好比像说我本来是用左手拿笔写字的啊，那因为当时的台湾，就是大家觉得说拿左手写字的人属于少数啊，那所以当时学校老师也推荐我家人要鼓励我也会练习用右手写字，所以我现在当然双手都会了，而且打字起来可能比较方便。那但是当时还是有一些冲突，我想说我用左手写得好好的，为什么要勉强我？但是那是我可能六岁还是七岁的事情了。那你看我这个记得比较牢，就表示说当时那个是比较有冲突的。那跨性别是没什么冲突。あのそれよりはやっぱ子供の頃に6歳が7歳ぐらいの時に私は左利きだったんですね。生まれてからは左利きだったんですけれども、学校の先生からも親にあの右手でも書けるようにしてくださいというふうに言われたんですね。まあその時はあのやっぱ社会中に左利きに対するイメージがあまり良くなくて、そしてあのいろんな道具とかパソコンも右利きの使用者向けて作られたものではあるんですね。その左利きだけでやっていくと損するよというふうにあのすごい考えてくれて。そうしたら、あ、じゃあ私、右手でも使わなければならないんだっていうのを一生懸命練習して、その時に、やっぱ環境に、あの、影響される子供っていう、その、なんですかね、その、ジレンマの方が強かったので、今でもはっきりと覚えてるんですけれども、トランスジェンダーのことは自分が成人してから、あの、分かったことなので、もう親からも何も、言われてないと言いますが、すごい普通にサポートしてくれて、逆にそこのジレンマとか葛藤とかそういったものあまりなかった気がします。それぐらい記憶が薄かったんですね。オードリーさんは女性か男性かっていうチェックを入れるところにムッと入れたという話を聞いているんですけれども、それは性別がないということなんでしょうか。それとも男性女性両方持っている性別欄是直接填無。对啊，男女直接旁边是那个政党欄嘛，也是填無啊。然后想顺便问一下，就是那無的这个解释，你是觉得你是两者都是，还是两者皆不是？谁说只有两者呢？そうですね。あの性別欄は無と記入して、で隣のあの政党も無に記入しました。あの何でも無ですね。まあでも先ほどの質問なんですけども、やっぱりジェンダーは男女だけではないですね。なので両方あり両方なしっていう話質問自体は違うと思います。あの両方という言葉は存在しないです。就像我们国会里面除了民主进步党跟中国国民党之外，也有台湾民众党跟时代力量，还有像台湾激进等等的党派。例えば台湾も二大政党があるんですけれども、国民党と民進党、それは二大勢力として見られています。ただ台湾もそれだけではないんですね。その下にあの例えば台湾基進党とか時代力量とかいろんな他の政党、まあ、選択肢があるわけですので、一番勢力を持っている二大は全てではありません。もう一つ質問があって、オードリーさんはこれからファミリーを作る
家族を自分の家族を持つっていう考え方はあるんでしょうか。那我想问一下，你个人今后有想要组成自己的家庭吗？我想对我来讲，社会创新实验中心不管是那边进驻的团队还是只是偶尔来这个就是参加一下活动等等，我现在在那边工作的时候都已经有回到家的感觉。私にとってはここのオフィスとはまた違う社会創新実験センターっていうところ、そういったラボがあるんですけれども、まあ、両方で、こちらのオフィスと、両方通ってるんですけれども、やっぱりそこでいろいろ頑張ってくれてるスタッフさんと、話し合って、一緒に生きていくことが、もう、本当に家のような、家族ができたような気持ちになれますね。像我说，待会儿在五分半钟要下班，也不是下班回睡觉的地方，而是下班回到社会创新实验中心。对我就像是回家一样。例えば五分後にこのインタビューが終わるんですけれども、今から帰りますって言って、でも帰るっていうのは家に帰るではなくてラボに帰るんですね。そこは自分の居場所です。すいません、ごらんタップが誰です。多分。オードリーさん、運転手さんがちょっとお待ちのようで、多分時間になったら多分、はい。でも多分3分はあれかもしれない。休息一下最後5分鐘、这样子。那请我们问最后。はい。はい、どうもありがとうございました。好，那今天对谈就到此结束，谢谢。好，谢谢，很棒的问题，谢谢。ありがとうございました。素敵な質問でした。ありがとうございます。ありがとうございました。谢谢，谢谢，辛苦了。